カスケードトンネルはアメリカ合衆国のカスケード山脈を貫いてスティーブンス峠の下に位置する2本のトンネルでワシントン州エヴァレットの東およそ65マイルのところに位置する。最初のカスケードトンネルは8回のスイッチバックのあった当初の路線で陶器の多量の降雪により生じる問題を解決するためにグレートノーザン鉄道が1900年に建設した。 全長2.63マイルの単線鉄道トンネルであった。2本目のカスケードトンネルは全長7.79マイルあり、東側のシェラングンベルンと西側のキング群、シーニックホットスプリングスを結んでいる。最初のトンネルの代替として1929年1月12日に供用開始され、以降使用中である。アメリカ合衆国では最長の鉄道トンネルである。 カスケードトンネルの経路図当初のトンネルの東側高校から出てくるオリエンタル特急1918年列車を牽引しているのは電気機関車であるグレートノーザン鉄道が発行した新旧のトンネルを示した絵葉書当初のトンネルは1897年8月20日に着工され1900年12月20日に完成した ジョン・フランク・スティーブンスがこのトンネルと1893年に開通した最急勾配40パーミルのスイッチバックのある暫定路線について建設の主任技術者を務めた。トンネルの直上にあるスティーブンス峠は彼の名にちなんで名付けられている。トンネルは東に向けて17パーミルの上り勾配で建設され制限勾配である22パーミルに近かったこともあり。 煙の問題を抱えていた。トンネルは1909年7月10日に電化工事が完成し、煙の問題を解消した。レベンワースのすぐ西側のエナチー川に建設された後、メガワットの水力発電所からの電力により、珍しい6 6 0 0ト2 5ルツ3小交流で電化されていた。トンネルの区間のみ、路線長にして4.0マイル。 線路長にして6.0マイルの区間が電化された。この区間において用いられた機関車は、アメリカンロコモティブが収めた4両のボックスキャブ、機関車であった。機関車の電気品は、ゼネラルエレクトリック製で、1500馬力の出力を発揮し重量は115トンであった。当初は3両が10連で用いられ、列車を15.7マイル毎時で牽引した。 しかしより重量の大きな列車のために4両の機関車の連結が必要になり、電動機を直列につなぎ、電力供給の上限超過を避けるために速度が半分の7.8マイル毎時に落とされた。しかしこのトンネルはまだこの地域のなだれの問題に悩まされ続けた。1910年3月1日、カスケードトンネルの西側高校に近い、ウェリントンにおいて、グレート ノーザン鉄道ウェリントンなだれ事故が発生し、96人が死亡するというアメリカ市上死者が最も多いなだれ災害となった。この災害により新トンネルの建設が促されることになった。当初のトンネルは1929年に新しくより長い低い位置を通るトンネルが開通した後に廃止となった。2007年から2008年にかけての冬に一部の 区間の天井が崩壊して、トンネル内を塞ぎ、この残骸と溢れた水のために歩行者も通行できなくなっている。当面の間、西側高校から1.5マイルの範囲に立ち入らないように警告が出されている。新トンネルの開通、1929年1月12日、新カスケードトンネルは1929年1月12日に開通した。新線では、 路線長にして72.9マイル、線路長にして93.2マイルにあたる、スカイコミッシュとワナッチーの間が電化された。制限勾配は依然として22パーミルであったが、20パーミル、またはそれ以下の勾配区間21マイルが除却された。路線長は8.7マイル短縮され、最高地点は3382フィートから2881フィートへ、 502フィート低くなった。新しい電気機関車は駆動用の直流電動機に電力を供給する電動発電機を搭載しており、従来の2本の架線に変えて1本のみの架線で済む炭素交流 11KV25Hz 電荷を採用した。ボールドウィンロコモティブワークス、ウェスティングハウスエレクトリック製の Z-1 型機関車は、 半永久連結された 1D-1 車軸、配置の箱型車体を備えていた。2車体で371トンあり、1時間定格で4330馬力を発揮した。新トンネルは1925年12月に着工され、ミネソタ州セントポールの A が3によって、わずか3年で建設された。その目的は老朽化しつつある。 スノーシェットをこれ以上保守しなくて済むように1928年から1929年の冬までに完成させるというものであった。新トンネルの建設中、当初のトンネルとスカイコミッシュの間の21マイルが電化されたが、新トンネルの開通時にこのうち8マイルは廃止となった。東行きの2500トン列車が、 それまで4時間かけていたところが3500トン列車で1時間45分に短縮された。またそれまで回生ブレーキから河川に返された電力は変電所に設置された液体抵抗器で熱に変えられて捨てられていたが初めて他の列車で消費したり電力会社に送り返したりできるようになった。ディーゼル機関車の排煙を廃棄する換気システムが取り付けられた後、 電気設備は1956年に撤去された。1996年4月4日に、東行きの貨物列車が、東側高校の扉が適切に開かなかったために、扉を壊してしまった。負傷者は出なかったが、代わりの扉がシアトル地区から運び込まれるまで数日にわたって、列車の運転速度が下げられた。2001年秋には、一両がトンネル内で脱線を起こし、 そのまま引きずられた状態でトンネルの外に出てきた。これによりトンネルの壁に取り付けられたケーブル類が剥ぎ取られてしまった。東側高校のドアが列車を通すために開いている。ヨ子スカスケードトンネル西側高校現在、カスケードトンネルは BNSF 鉄道により通常通り共用されており定期的な保守作業が行われている。新トンネルの区間は ベルンとシーニックホットスプリングスを結ぶ直線のトンネルである。シアトルとワナッチーの間は BNSF 鉄道のシーニックサブディビジョンに属しており、アムトラックのエンパイアビルダーがここを通っている。安全と換気場の問題から、このトンネルはシアトルからスポケーンの間の区間で何本の列車を運行できるかの制限要素となっている。現在の制限は1日あたり28本である。 トンネルを通過する列車の速度は25マイル毎時である。トンネル内の勾配は15.65パーミルで西から東へ向けて上り勾配である。スカイコミッシュの町から西側までは22パーミルある。近年、トンネル内の電気通信設備と軌道が改良された。肺炎問題を軽減するために換気設備が用いられている。 西側の高校から列車がトンネルに侵入すると、東側高校の扉が閉じられ、巨大なファンが回転して冷たい空気をトンネル内に流し込み、ディーゼル機関車を助ける仕組みになっている。列車がトンネル内にいる間は、ファンは気圧の問題のために出力制限された状態で動いている。列車がトンネルを出て、 赤と白の一末模様の扉が閉鎖されると、次の列車が入ってくるまでに排気ガスを完全にトンネルから排出するために、ファンが20分から30分の間最大出力で運転される。反対方向の列車に対しては0.6マイル離れた位置に列車が来た時点で扉が開く。ファンは2つの800馬力電動機で駆動されており、 20分以内に7マイルのトンネル内から排気ガスを排出するようになっている。現在の列車の乗務員は、ファンが故障したり列車がトンネル内で立ち往生したりした場合に備えて、携帯型呼吸器を携帯している。これに加えて、1500から2500フィートおきに、非常用設備の設置されている場所があり、追加の空気タンクや換気設備の故障などに使える設備がある。 ありがとうございます。